アプリシエイ高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月18日の夜から19日午後までのダイジェストです。18日の夜はマンダラを書いていました。そうですね、テレビを見ながらマンダラ書きました。19日の午前中はブランチをして、そう、午後が動画編集やお昼寝などという感じです。これは当日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。自己色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、栄養管理8時間睡眠で、 YouTube がゆうとれさんとマリナトレさん、オレンジ色が日曜日だったので歌をちょっと小さな声で、歌詞をちとも覚えないので歌詞を覚えながら2曲ぐらい歌いました。黄色がアクリル絵の具でマンダラと動画編集とブログです。黄緑色が拡散、それから Twitter、Facebook、YouTube、YouTube の動画一つ作って、それをノートとホームページとアメーバとブロガーでシェアをし、 LINE ブログが2期のタイムラインです。インスタグラムの方は、撮ってあるものを編集してないがために全然、進んでいませんけれど、今日あたり、やっとまとめてあげられそうな感じです。緑色がガーデニングとキッチンハーブのお世話、水色が計画、青色が暗記暗唱、紫色がルーン、タロットカード、写真、ピンクがメイク、ネイル、フェイスマスク、オーラルケア、身だしなみ整えて、感謝を捧げて、自分を愛して褒めました。薄だいだ色が料理、皿洗い、洗濯、マッサージ、お風呂、寝る前の整理整頓できています。黄土色が、調布付けしたので調布付け入れます。はい、両学長さん、元気さん、アラサー夫婦さんのを見ました。あ、金融系の YouTuber ですね。茶色がお昼寝とあとお夕寝もしてしまいまして、午前中はテレビを見て漫画を読んでゴロゴロしたり、日曜日らしいのいい休み方だったと思います。黒色と灰色ができていなくて、白色がお掃除、浄化のりとお経、お香、お祈り、薬師寺館補佐のちょっと聞いて金剛院さんの読経をやりました。今日の自分観察ですけれども、どうにもぼーっとしていろいろ進まない一日でした。食事もできるだけ手を抜いて、昨日はお弁当、今日はコンビニのサンドイッチを、主様に買ってきていただきました。楽ができてありがたかったです。そのうちにまたうとうとと寝てしまったり、日曜日はこんな感じがいいですね。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。神様と皆様に感謝します。I appreciate。以下は毎日同じアファメーションになります。自分が言えることを忘れないための備忘録です。自己暗示にかけるためにブツブツ唱えていますが、お付き合いいただける方はよろしくお願いします。ということなのですけれども、行動目的だけいきますね。
すべて自分でやって実証してみせること、教育制度の改革、ギフテッド教育に変える、叱られない家庭で自由に人を育て学校、社会、世界へと平和を広げる、全人類の何歳からでもどこででも育てられる才能開発で幸せになれることをする、特殊な才能を持っているがゆえに社会の枠にはまらなくて苦しんでいる子の才能開発をしたい、世界中の人が内なる幸福の持ち方が分かるように15色の才能を実践していきたいと思います。最後の言葉行かせていただきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし60年以上あるかもしれない、そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。アプリシエイト。じゃあまたね。バイバイ。